出雲美空、世界ランク37位、長崎美優との激戦制して初の8強入り、全日本卓球2023女子団6回戦。天皇杯、皇后杯2023年全日本卓球選手権大会、一般、ジュニアの部、日時、1月23日から29日場所、東京体育館。27日、全日本卓球選手権大会は5日目を迎え、女子シングルス6回戦が行われた。実業団、三立に所属する出雲美空は世界ランキング37位の日本代表、長崎美優、木下グループと対戦。序盤からポイントの奪い合いが続く熱戦となったこの試合は、第1、第2ゲームを出雲が制し、第3、第4ゲームを長崎が制して、ゲームカウント2-2となる。ここから出雲が第5ゲームを11対8で制するも、第6ゲームは長崎が11対1と大差をつけて勝利。流れは長崎に傾いたかに見えたが、最終第7ゲームでは出雲は落ち着いたプレーを見せ、最後は11-8で勝利。フルゲームの激戦を制した出雲が、自身初の8強入りを果たした。その他には、佐藤ひとみ、ミキハウス、平野美宇、木下グループらが準々決勝に駒を進めた。女子シングルス6回戦結果、伊藤美誠、スターツ、1月4日横井咲さくら、四天王寺校、0。0出雲美久、三立、4、3長崎美優、木下グループ。皆川由香、大阪成蹊大、1、4鈴木里香、トップ乙女ピンポンズ名古屋、0。橋本穂乃香、ミキハウス、1、4木原美優、JOC エリートアカデミー、精査、0。加藤美優、吉祥寺卓球クラブ、3、4石川佳純、全能、0。安藤美奈美、トップ乙女ピンポンズ名古屋、1、4佐藤ひとみ、ミキハウス、0。王道さつき、四天王寺校、2、4平野美優、木下グループ、0。張本美和、木下アカデミー、1、4早田ひな、日本生命、0。女子シングルス準々決勝組み合わせ、横井咲さくら、四天王寺校、出雲美久、三立。鈴木里香、トップ乙女ピンポンズ名古屋、木原美優、JOC エリートアカデミー、精査。石川佳純。